オーストリア生まれの精神科医フランクルは第二次世界大戦下のナチスの強制収容所を生き延びた一人だ過酷な体験と生きる意味を冷静な筆致でつづった「夜と霧は」は世界的なロングセラーとして読み継がれるほんの偶然でガス室遅れを免れたものの待っていたのは 暴力とあざけりが支配する強制労働個々の命の価値はとことん貶としめられた同書に実態が描かれているホロコーストユダヤ人大量虐殺の非人道性に鑑みれば反ユダヤ主義の根絶は世界共通の使命に間違いない1948年 5月14日、イスラエルはユダヤ人の国として悲願の独立を宣言した他方そこで暮らしていたアラブ人パレスチナ人が土地を追われて難民になったことが今のパレスチナ問題として尾を引いている昨年からガザ地区で繰り広げられている悲劇も同様だ イスラム組織ハマスの蛮行に対するイスラエル軍の報復でガザ地区の死者は3万5000人を超えた多くは女性や子供など無垢の民とされるフランクルは暴力や不正を受けた者でも同様に振る舞う権利はないと戒めた度を超えた復讐に 国際世論が離れるのは当然か。